So really you ain't gonna hit me back, yeah. Now it's all just you got me on blast, damn. You're over it, I've been done. We're so toxic, can't get enough. Ooh, go and say it like a mantra. You know what you want, do ya? あ、ほんとや。大きくなっとる。おい。S、くっさ。うん。今日は7月10日土曜日です。雨やのにサンダルで来たの、うん、東京ない。一瞬寝たけど。いい感じにしゃがんだかも。顔カメラ、カメラ撮ってないよ、撮ってないよ、もう一回話して。え、撮ってないよ。何そっちに向きにあるの。もう一回話してよ。オーロラ姫は
話してること面白かったけど、カメラつけたらバレた。あ、嘘。ママが好きなやつは一番言ってなくない？赤のドレスの人がやつ。あ、そっち？違うよ、ママ。ジャスミン。いた。ずっこ。何グラムか分からない。あ、アラジン。アラジン。これでも美味しい。じゃーん、今回念願のエスプレッソマシンを購入して届いたので、開封してエスプレッソを抽出してみようかなと思います。ラテを作ってみようかなと思います。で、これもネットで買ったんですけど、ミルクピッチャーも買いました。いただきます。うわー、じゃーん、今回、まあ、エスプレッソマシンといえば有名だと思うんですけど、デロンギっていうブランドを購入しました。本当エスプレッソマシン前から欲しくて、いろいろ調べてたんですけど、やっぱり家庭用で結構ピンキリで、安かった1万円ぐらいのもあるし、高ければ10万20万ぐらいのあったんですけど、私はこれ3万ちょっと、定価3万ちょっとだったんですけど、 Amazon で2万5000円まで下がってるサイト見つけたので、そこで購入しました。
やばーじゃーん、かっこいい、こんな感じで。なんかエスプレッソマシン、家庭でのエスプレッソマシンをいろいろ調べてて、やっぱこうミルクフォーム、こういうのを作るのはやっぱ家庭だとここが太いらしくて、細いほどミルク温めるのがこうきめ細かくていいって書いてたんですけど、やっぱあんま見つからなかったのでこのタイプにしました。やばーい。で豆もスタバでもうそこら辺にあるのでスタバで豆買ってきたんですけど、スタバも豆引いてくれるんですけど、スタバ1から13まで粗さを選べて、でそこもいろいろ調べたんですけど、デロンギとかエスプレッソマシンは3から5がいいらしくて、私3番の粗さで引いてもらったんですけど、家にも豆を引く機械あったんですけど粗いんですよね、粉が全然細かくなかったので、あのスタバでも引いてもらいました。本当は家でねこうエスプレッソを抽出する直前に引いた方が香りもいいし、そうしたかったんですけど、しょうがなく今日は豆を引いて購入してきました。でこれは 100g で、私あと3日か4日ぐらいに東京に戻っちゃうので 100g のみ購入しました。店舗だと 250g の大きさのものを店頭に出してるんですけど、スタバは 100g とか少なめでも購入できるのでおすすめです。で店員さんにスタバで使ってる、スタバで使ってるというかお店で使ってる粉も おまけか分かんないんですけどいただきました。サンプルって書いてます。ありがとうございます。美味しい。足りん、蜜じゃ足りんかさ。オーマイガー、 1,2,3 あと3個足りんかった。4ついるわ、ポンデリング。あー失敗ばっかや。悲しい、9個の作りたかったのに。普通に食べた方が美味しいってことや。
ティジナ、うん、トリュール、うん、パッパッ